おはようございます。11月4日になりました。今月いかがですか？滑り出し好調じゃないですか？レンジをパシッと決めることによってどこで売ってどこで買うかが明確になるでしょう。その辺を今日もやって利益を取っていこうかと思います。こちらです。はい、まずはデイリーですけども、いかがでしょうか？もうレンジに入ったことは疑いないと思いませんか？こういう風にね、この幅でのレンジ、ちょっと上がもうちょっとかな、この幅でのレンジをしばらくはね当てにしていけばいいと思います。ですんで、この辺りになったら買いに入って、この辺りに入ったら売りに入ってってことの繰り返しですよね。そうすることによってこの上下が全て取っていけるってことになります。よろしいですか？もうすでに何回も売買を重ねておりますよ。4時間の方見ていきますね。はい、もう一回レンジの幅を引きます。こういう形ですよ。こういう形でこの辺に入ったら買いに入って、この辺に入ったら売りに入る、それを繰り返していけばいいわけですよね。こうなりますからね。本当にこうありがたい指標でしょ。なんかそのレンジを知ってれば勝てるみたいな感じになってきましたよね。で、付け加えるなら、ここを抜けた時にはバイでついていく、ここを抜けた時にはセルでついていくっていうようなブレイクアウトも忘れずにということでございます。じゃあ1時間を見ていきます。昨日はどういうふうに言いました？こうなって、そしてちょっとこう飛び出たところがありますけども、結局はこうなって取れましたよねと。そしてここはまさにレンジのこういったゾーンに入りますので、ここではね、さすがに売ってたものを決済して買いに転ずるってことになるんで、昨日もこういう風に取れて、途中こういう風なね、ふらふらっと来てたところあるんですけども、結局はついさっきですけどもね、ここに足してひげを出して急速に下の方に向かっていきましたってことなんで、結局はこの距離も取れているってことになります。で、この距離も取れて、この距離も取れて、この距離も取れたわけですよね。そして現在含み益を出しながらセルの方向に向かっているというところでございます。はい、月曜から並べてみるとすごくわかりやすいでしょ。今週はですね、レンジ戦略の中でも本当に理想的なレンジの出来方と作り方と修正の仕方と、ロングポジション、ショートポジションの取り方、全部をね、このパッケージに詰めることができました。今週全部振り返ってみると、レンジオプションの捉え方とか取り方が非常によくわかる、そんなコンテンツになったんじゃないかなと思います。それでは、ね、引き続き同じようにレンジ戦略を取っていきましょう。プラスレンジを抜けてアウトブレイク、こちらの方にもお気をつけください。その際は上に行ったらセルであったものが今度はねバイで取っていくって形になります。で、下の方に抜けたら今度はセルの方で大きく取っていくってことになります。では失礼します。